それではパンドラの塔やっていきたいと思います。両方の塔の鎖をね全部解いてきました。ものすごい時間かかったのでもうやっちゃいたいと思います。ここはね初光の塔のアルジビアの前です。あ、じゃない、宵闇の塔だね。よし、あのね鎖解くまでに多分4時間ぐらいかかったんですよ。だからちょっとね収録まではできなかったですね。あまりにも時間がかかっちゃってめっちゃもう迷子になっちゃったんですよね。とりあえずよいしょ、おー、はい、これが宵闇の塔のボスですな。待って、なんかしてくるね。何これ、なんだろう。うわ、待って、まずい。まあ、目が、あ、飛ばされた。戻ってきちゃった。しかし、初光の塔ですね、ここは。行きます。やっぱりでも、両方開けといてよかったのかもしれないね。結局、アルジベアの前まで戻されてしまったので。で、あー、ボスは、全くと言っていいほど、同じだけど、輝きが違うね。やっぱり、初光の塔と宵闇の塔で。よいしょ。あ、壁が崩れた。何何、あ、女性だよね。で、こっち男性だよね。あ、やっぱそうだよ。うわ、あれ、なんじゃ2匹同時。2匹同時きつーい。マジで。どうしよう。どうしよう。何これ。まずい。何これ。どうすればいいのこれ。なんかつなげられない。あ、つなげられないんだ。何これ。どうすればいいの。まずーい。あ。これさ、こっちの宵闇の塔しか、あれだ。ダメだ、待って、うわー、まずい。宵闇の塔しか、これなんだ。あ、攻撃食らってんじゃん。へえ、あ、なるほどね、そうやって攻撃するのか。あ、わかった、あれをぶつければいいんだ。あ、ってことは逆のやつをつければいいんじゃない。だって同じ属性のやつ攻撃してもしょうがないよね。そういうことじゃないかな。でもあれどうやって出すんだろう。とりあえずなんかわかんないから普通に攻撃は効かない。あ、出た。これなんだろう、どうやって出すんだろう。やっぱり効いてる、効いてるよね。うわ、あ、なるほどね、あれを投げてきた時のやつなんだ。なるほど、よし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 。うわ、やばい。2体は難しいでしょう。ちょっと待って、死ぬ。あ、死んじゃった。だがしかし賢者の石を、わ、賢者の石超もったいなかったな。どうしよう。で、これをあいつに、あー、届かない。よし、冷静になれば分かりそうだ。オッケー。で、これをこっちに投げる。待って、いや、それ痛いわ。あ、ちょっと宵闇のボスの方がちょっと厄介な気がする。あの、なんかゆっくりボン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 っていうのが、あの攻撃ちょっと嫌かもしれない。結構この攻撃結構嫌かもしれない。ちょっとずつ近づいてくる感じ、まずい。まあいいや、なんかどっちでもいいや。もう、うわー、避けれない。2つ一気に食らっちゃうのはきついな。うわ、攻撃強いよ。結構ね回復も持ってきたんですけど、うわー、
くればいいのだ。攻撃パターンがあるよね。よっ、ああ聞いた聞いた聞いた聞いてるけど、あ、わかった。そんでこいつが今目が出てんだ。なるほど、そういうことか。なるほど、目が出てる方を、あ、あれ、なんだなんだなんだ、待った、それやだ。あ、今目が出てる。なるほど、目が出てる方をちょっとずつやっていけばいい感じ。え、なんでなんでなんで、今度はこっち、あ、違う、こっちか。両方目出てる、両方目出てるっぽいな。出てるよね。うわ、あ、今攻撃効く、あ、効くけど、効くけども、待って、今効いてるよね。え、で攻撃効いてんのかこれ。やばい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 、まずい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 、うーわ強、どうしよう。あ、また入れ替わっちゃった。どうすればいいのこれ。これを、うわーやーべー、超厄介、なにこれ。これをこいつに投げて、あ、また入れ替わった。これを取って、うわ、これどっち攻撃してもいいのかな。いや、ダメだよねきっと。で、またでもアルジニクをね、掴めないんですよ。だからこいつからなんじゃないかな。やべ、おう、こいつ、お、よいしょ、待って、必死、すげえ必死、すげえ今必死だよ。うわうわうわー、やば、ちょっと待って、回復回復、どうすればいいんだろう。これをこうでしょ。うわー、あ、今防御されてる。今チャンスな気がしなくもないけど、うわー、また分かれた。あれ、今目が防御してる気がする。待って、うわ、ちょっと待った。何このボス、全然わかんない。回復薬がなくなっちゃった。うわ、待って、どうすんのこれ。で、今こうで攻撃ができるでしょ。あ、で、また、何これ、攻撃、あ、今のうちな気がする。結構苦戦してるよ。うわー、怒ってる。私怒るよね。うわー、どうしよう。で、また分かれるのか。で、ここもつか、あ、掴める掴める。はい、あ、やっぱり両方倒さなきゃダメか。でもさ、これさ、あの、ちょっと分かったっぽい。これ両方なんか同時ぐらいに倒さなきゃダメなんじゃない。なんかだって相手の敵を攻撃しないと目が開かないんだもん。
え、そういうことなんじゃないの。なんか両方で、両方どっちでも倒せば OK なのかと思ったけど、なんかそうでもなさそうだよね、この感じ。多分そういうことな気がしてきた。よし、こいつは今引っ張れる。とりあえずなんかやばい、うわー強い、やばい、危ねー、まずい、強っ、何これ、超強いんだけど、どうしよう、いやー、よいしょ、逃げらんない、今こいつ、ああれ倒しちゃった、あ、そういうことなのかな、攻撃しすぎちゃった、こいつは引きちぎれる、引きちぎれない、うわー超暗い、でこいつを引きちぎれるだよね、全然わからん、これでいいのかな、おお、あれ、あ、今はダメだ、今はこっちしか引っ張れない、うわ、交互交代した、今はこっちだけ引っ張れる、あれ、バリアが、バリアかかっちゃった、で、これで引っ張れるようになるよね、で、これをあっちに投げるとこいつを引っ張れるよね、うわー、なに、なんかすごい、すごい、うわー、きつ、どうしよう、超きついんだけど、今どっちがどっちなのかわかんない、でも大体同じぐらいだよね、今多分両方開けとかなきゃダメなんじゃないかな、だいぶだいぶいい、だいぶいい、だいぶいいのだが、問題は向こうか、今そこじゃない、いい感じに減ってきてる気がする、よし、あとちょっとじゃない、いや緊張するこれ、いい感じ、いい感じ、いい感じだけど、うわきついよ、交互にやろう、交互にやれば、そこじゃない、手が震える、手が震える、どうしよう、超手が震える、どうすればいい、つけた、もう緊張しすぎて手震えまくっちゃった、あ、殴られた、でもね、対になってるから、塔も対になってるじゃないですか、だからなんか想像がしやすかった、倒し方ので、なんかあのアルジヌス
あれアルジニクがバリア張ってたじゃないですか。あれをなんか対の攻撃じゃないとバリアが剥がれないから、多分どっちか先に倒しちゃったらバリアが剥がれなくなっちゃうからダメなのかなって思ったんですよね。でも当たってたっぽいね。主を倒し鎖が力を取り戻した。よかった。いやちょっとね、一番緊張した戦いだったでもこんなに早く倒せると思わなかった。いや応急薬めっちゃ使ったな。ばあさん、アルジニクが2個あったんだが。2個あったっていうのかい。だってボス2匹いたもんね。ああこれで12個だとしたら一体。でも1個しか食べれないよね。あ、アルジニクを、ちょっと待って、その前にセーブします。一気に2つは食べれないと思うから、多分1個無駄になっちゃうんじゃないかな。で、肉はどこ。もう待ちきれないですか。あ、手記、神の統合について。十二神の統合ってエオスの神様を一つにするってこと？そんなことって許されるの？しかもエオス教団がそれを進めてたなんて。うん、私が獣になった時に。まだちょっとわからないところもありますよね。もし異世界のものと入れ替わってるんだったら、やっぱり暗いところなのかも。暗いとこはやだね。じゃあ主に肉を渡したいと思います。主の肉？もう何がダメなの？そんなに食べたかったの？どっちた？あ！二つも奪い取られた。両方食べれるの？うわ、セレスちゃん一体どうなっちゃうんだろう。あ、そうそう、ブレスレットをね作ってセレスちゃんにあげました。さて今度はどんな夢を見るんだろう。あ、見つかりを差し出したところまでのお話の続きですよね。そして13不動が作られる原因となったものですね。おい、お前らどうなってる。均衡が取れていない。偏っている。均衡が、そんなバカな。このままでは、このままでは。あ、失敗したから。メルク族名どうなってんだ。この塔ができてしまったんだね。本当は作るつもりはなかったんだ、きっと。どうなるんだ。完全な死は暴走する。それだけは、それだけは避けなくては。本当は神になるべく人たちだったのに失敗しちゃったから、こういう獣になってしまったっていうことなのかな。怖い。あ、旦那さんは別の方との子供ができたっていうこと。それがエンデなんじゃないの。あ、違うか。エンデの祖先とか。まだこの12体倒してもまだなお謎が残るという。翌朝、セレスがいない。そういえば12個食べたから
呪いは解けてるはずだよね、グライアイが言うには。いないということは13布団が見渡せる屋上かな。あ、いたいたいた。あ、またまた飛び降りようとしてんじゃないの。え、どうなるの。あれ、セルス、なんで違う。セルス、え、なんで。獣になりそうじゃん。戻るんじゃなかったのか。え、主になっちゃった。嘘。え、もう完全体の主だよね。どうして。グライアイはまだ何か隠してたのか、嘘ついてたのか。セレス、で13フトに行っちゃうんだ。今までの苦労は何だったの。え、マジで何このやりきれない思いは。ちょっとちょっと、グライアイに聞いてみよう。もう衝撃展開すぎてもうパニックですよね。騙したのか。ちょっと、両代、オレイカルコスの鎖に力は戻っているかい。お前たちの絆とそのオレイカルコスの鎖があれば。で、何が必要なんじゃ。え、どういう意味だ。どういうこと。ちょっとあの13不等のとこに行ってみよう。いや、絆はね中途半端だったんですよ。完全にマックスまで行けてなくて。うわー、万象の塔、万象の塔。わ、ここにセレスがいるんだ。重化したセレス、重化じゃないよね、もはや主化したセレスちゃんがいるわけだ。うわ、ということは次回この万象の塔にちょっと入っていきたいと思います。今回はもうショックすぎてもはや何もできません。まあ、多分続けて収録はしてしまうと思うんですが、次回、うわー、もう本当にごめんなさい。親密度マックスにしとけばよかったと、ここで後悔させられるわけですね。なるほどね。というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。次回もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。皆様、ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方は、こちらのアイコンをクリック。スマホ、携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。